行います。見事勝利いたしました FC 東京背番号16手原慎選手にお話を伺います。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。試合を振り返ってみていかがでしょう。今日は厳しいゲームになるっていうのはもう最初から分かっていた中で、こう、誰が出てもいいような、準備も多分できていたと思いますし、出た選手が本当にこう活躍もそうですし、チームがこう一つになって、頑張れた結果かなと思います。非常にリードが入れ替わる展開で勝ち切れた最大のポイントはどんなところだと思いますか。そうですね、やっぱ、苦しい状況でも我慢してこう耐えるっていうところを本当にこう、今日のテーマというかあったので、それができたからかなと思います。はい。さあ次の試合もホームでの一戦となります。次の試合に向けての意気込みを聞かせてください。リーグもちょっと終盤にこう向かって、行っている中で、僕たちができることは何かっていうのをこう模索しながらやっています。その中でこう一生懸命こうボールを追いかけるなど、こう何をしていいかっていうのが分からない中で、いろんな葛藤があり、その中でこう見ている人とかいろんな人にこう何か伝わることをこう目標に頑張っているので、次のゲームでも、たくさんの人がこう見てもらってこう感動してもらえるような、試合にしたいですし、このバレーボール選手やバレーボールファンだけではなく、さらにこうもっと大きな人にそういうのを見てこうバレーボール自体がこういいものになってほしいと思って、頑張っています。来週もそういうのをこう伝えれるように、頑張っていこうと思うので応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。背番号16番手原慎選手にお話を伺いました。続いてここぞという時のポイントが光りました。背番号14長友佑馬選手にお話を伺います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあご自身のプレー振り返ってみていかがでしょう。そうですね、昨日ストレート、自分のスパイクでストレートに打ってシャットされてたので、今日はちょっとクロス打ってみようと思って打ったら決まったので、ストレートも打ちクロスも打ちっていう感じで自分の、リズムで、はい、できたのかなと思います。はい。さあ非常にこのリードが入れ替わる厳しい展開だったと思いますが、会場の皆さんのこのちゃんとの手拍子であったり太鼓のリズム力になったと思います。ファンの皆さんに一言お願いできますでしょうか。今日は応援ありがとうございました。皆さんの応援が本当に力になってます。このチームで、この隅田総合体育館で、もっと勝てるようにまたみんなで頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今一度背番号14番長友佑馬選手に大きな拍手をお送りください。